皆さんこんにちは、Bレジェンド大林です。皆さんこんにちは、Bレジェンド上野です。久しぶりにですね、上野さんが登場してきてくれました。はい、ご無沙汰しております。 YouTube どれくらいぶりなんですかね。でもすごく久々です。よろしくお願いします。まあ、久しぶりにですね、上野さんに登場していただきまして、私も上野さんもですね、ずいぶん長いことトレーニングをやってまして、それこそ学生時代から社会に出てこう働き出してしばらく経つわけですけど、そうですね、まあ、ボディービル大会に出させていただいたりとかですね、なんだかんだこうしっかりトレーニングを続けてきてる中でですね、よくSNS とかですね、知り合いとこう話してる中でも、トレーニングやってこういい体になりたいのは山々なんだけども、ジム通いが続かないとかですね、こう一時期ねトレーニング熱がこう上がって頑張っていくんだけど、やっぱり1ヶ月2ヶ月経ってジムに行かなくなっちゃったとか、まあ、そういうのをよく聞くわけなんですね。まあ、そこでですね、仕事とか、まあ、家庭とか、まあ、そういうのがいろいろありながらもこうトレーニングを続けていくためにはどういうことにちょっとね気をつけたらいいのかっていうのをですね、ボディービルチャンピオンの上野さんにですね、あ、それはフィジークチャンピオンの大林さん含めて。久々に YouTube やりましたけど、大林さんお話が上手ですね。どんどん回してくれる。何もしなくていいですね。ありがとうございます。上野さんが出てない間に頑張って練習しました。練習さすがでございますね。はい。じゃあ、そういうことですね。そのテーマでお話を。はい、していくんですけど、その辺どうですかね。なんか大林さんその辺気にしてることがあります？一つはもう習慣にしちゃうっていうことですね。そのモチベーションにこう左右されないように、うん、日常生活の中で、まあ、例えば、まあ、起きたらトイレに行って歯を磨いて顔洗って、ご飯食べてみたいな、そういう流れの中にもうジムに行くっていうのをこう組み込んでしまって、どんなに気分が悪くてもとりあえずジムに行く、このタイミングでジムに行く、でこのトレーニングをやってみるみたいな、そういう流れをですね、もう自分の中で無理やり作って、もう気分とかモチベーションに左右されずにトレーニングをするっていう習慣作りをするようにしています。まあ、そうですよね。その辺は結構、まあすごく真っ当な意見かなと思うんですけど、私は結構その辺ちょっと考え方冷たいんですけど、そのボディービルとか競技に出るっていう話と、そのトレーニングを、まあ、するっていうところを別個で考えるとするならば、はい、なんでトレーニングするのかっていう理由にもよると思うんですよ。はいはいはい、で、まあ、かっこいい体になりたいとか、あとはまあ健康診断で引っかかってとか、そういうこともあると思うんですけど、例えばこうジムに行きたいと思えないっていう風な考えになるのであれば、まあ、はっきり言ってそのトレーニングだったり体作りに対しての優先順位が低いと思うんですよ。なので無理に行く必要はないのかなと思ってて、あくまで我々も本当にもう趣味、趣味でしかないので、まあ、趣味としてまあ楽しめるくらいでやってても無理がない範囲で我々もやってるので、まあ、それくらいの気持ちでいいのかなと。で、まあ、無理にやれって言われてやるようなものでもないので、まあ、そこはちょっとそのなんでトレーニングしたいのかっていうところと向き合った上でちょっと考えた方がいいのかなというふうには思います。確かにそれは大事ですよね。やっぱり誰しもいい体になりたいのはやっぱりね、うん、山々だと思うんですよ。そうですね、まあね、たるんだだらしない体でいるよりはやっぱりいい体でいたいと思うんですけども、実際問題こうやらなきゃいけないことの優先順位ってやっぱりあるわけですよね。仕事もそうですし、まあ、家庭のこと、まあ、お子さんがいればね、お子さんの世話なんかも入ってくるでしょうし、まあ、いろんなこうやらなきゃいけないこととやりたいことがある中で、やっぱりどうしてもこうトレーニングは後回しにならざるを得ないシチュエーションで、どうしてもあると思うんで、人間の本心一つではないので、いい体にはなりたいけども、まあ、トレーニングはそんなにできないかなとか、できればやりたくないかなとか、そういう気持ちをやっぱり自分の中でこうちゃんと考えて整理をして、考えてみた結果、まあそんなにこうトレーニング一生懸命やってまでいい体に
ならなくてもいいかなっていうこう気持ちがあるんであればまあ無理してやらなくてもちょっと気が向いた時にねこう気分転換でこう家で腕立てやったりとか仲間に集まってねこう草野球やったりとかまあそんな感じでも全然構わないと思うんですけどもそれほど実は優先順位が高くないのにそのいい体になりたいっていうところだけこう一人歩きしてですねあのジムに行かなきゃ行かなきゃって思うとこうストレスばっかり強くなっていって精神衛生上も良くないので、そうですね、まあ、そういったところにこうしっかり向き合って考えてみるっていうのもすごい大事ですよね。そうですね、まあ、あとはそうですねその自分に向き合うというところでいくと、まあ、じゃあその考えてみてやっぱりトレーニングやりたいなやらなきゃいけないなってなった時にはやっぱりしっかりとした目標を立てて、やっていくっていうのがすごい大事だと思うんですよね。まあ、そうですね、あのじゃあトレーニングやっていい体になりたい、じゃあいい体ってどんな体なんだろう。そうですね、なるべく具体的な目標があった方が行動に移しやすいので、例えば上野さんや私なんかは例えばボディービルのこの大会何月何日にこの大会があってその大会で優勝したい、じゃあそのためには体重何キロぐらいまで落とさなきゃいけないとかですね、そういう目標があるからこそやっぱり頑張れるわけですよね。大会ないのに減量できないですよね、正直。いや無理でした。いや本当に今年とかはなんか試みたりとかしたんですけど、結局大会がない中だったのでもう無理でした。もう増えていく一方体重は。そうですね、ですね、やっぱりあんまり増やしたくないなって思うんですよ。減量が辛くなるだけなんで、あんまりね体重増やしすぎても動きづらかったりとかね、そういう不具合が出てくるんで、あんまり増やしたくないなとは思うもの、やっぱり大会がないと食べちゃうしね。そうですね、コンテストでいい成績を残すっていうところがやっぱりないとこの体にはなってないしっていうところですし、あと結構手前の話になってくるんですけど、まあ、私とかトレーニング始めたきっかけはやっぱりそのどっかしらにやっぱモテたいとかあったんですけど、結構その辺の話を最近トップ選手の方とお話しする機会があって、でそういう話を大体私も聞くんですよ。なんで始めたんですか、で結構モテたいから始めましたみたいな答えをされる方多かったんですけど、で実際モテましたかっていう話を聞くと、いやそんなモテないですねっていう方も多くて、それはそうあのすごくその同意できるなっていうところなので、筋トレをする理由、あの目標を持てるためと知ってるなら他にもっとした方がいいことがあるの、貯金とかね。確かにねそうなんかもうちょっとこうあのちょっと身なりを整えるとか、あのちょっと教養をつけるとか、そっちの方がね持てると思うんですけど、まあその身なりを整えていく上でこう普通体型に、ねまあね、なるためにダイエットするとかそういうぐらいだったらいいと思うんですけど、うん、そうですね、あのムキムキマッチョになってモテるかっていうとそうでもないです。あの、そうですね、同じ筋トレしてる人からすごいですねとかいい体ですねとか言われて嬉しい気持ちにはなるんですけど、そうです、ね、自尊心は満たされるんですけど、あのだからといってモテるわけでもないので、重いものがモテるくらいですね。まあそうですね、バーベルは持てるんですけどね全然持てませんよ、ね、そうね、もうこんなくだらないから